listening to Shibuya Cross FM。 狼少年片岡の君こそスターだ。ありがとうございます。というわけでございまして、狼少年片岡でございます。この番組はですね、未来あるアイドル、ミュージシャン、タレントの方に熱く夢を語ってもらう番組でございます。そしてゲストの方を魅力度指数で測り、月間ランキングを決め、チャンピオンになった方はまた来ゲストがね、出演していただこうという番組でございます。魅力度指数というのは、番組終わり16時45分時点での外にいるお客様の数が1人につき10ポイントでございますので、プラスこちらの番組宛てに来たメールが1通につき2ポイントでございます。今月のトップは葉月翼さんですかね、が今のところ304ポイントを獲得されているということでございます。番組宛てのメッセージはこちらまで、info@shibuyacrossfm.jp、 info@shibuyacrossfm.jp。 この番組は夢を追っかける人を全力で応援します、大塚ドリームシアターの提供でお送りしております。というわけでございまして、皆さんお待たせいたしました。本日のゲストでございます、永井すみれさんです。よろしくお願いします。お待たせしました。ありがとうございます、ね、今日はというわけでございまして、いろいろ、はい、今日は永井さんのことをね、はい、この50分間で、はい、魅力を掘り出していこうと思ってますから。いや怖いですねあ、そうですか、はい、もうほぼ打ち合わせない番組ですからね。そうですね、はい、というわけでございまして、永井さんのまずちょっと自己紹介みたいにしてもらっていいですか。はい、ですね、22歳で、ヌードモデルや役者としてお芝居をやっています。すごい、22歳なんですね。22です。もう芸能を目指して何年ぐらいですか。芸能を目指して、はい、高校3年生の時に、芸能界に入ったので、もう5年目ぐらいですね。高校3年生、地元どこなん。地元埼玉です。埼玉で、はい、なんかスカウトかなんかされたんですか。初めはオーディションでした。あ、自らちょっと。そうですね、芸能を目指そうと。そうそうそう。で、高校3年生の時オーディション行ったんですか。オーディション受けて、もともと役者志望だったんですよ。役者志望で、芸能界に入り、それから事務所の方に、はい、芸能界女優目指すんだったらまずはグラビアをやって知名度を高めていきましょうって言われて、はい、脱がされて今に至りますあ、もう脱がされちゃったんですね。もう高校生の時とかは全然水着までだったんですけど、はい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 、気づいたら布が減っていきました。だけどなんか本格派の人ってやっぱ昔脱がれてますもんね、はい、そうですね。なんかやっぱあれですかね、脱ぐことによってなんかその抵抗心がなくなって、なんか女優としての幅が広がるみたいのってわーあると思いますね。やっぱり最初のオーディションってどんなオーディションだったんですか。最初のオーディション、はほぼほぼ面接だけでしたね。面接だけで、どういうお仕事がやりたいのとか、どういう特技があるのとか、そういう感じだったんですけど、特技も何もなかったんで脱がされましたね。いや、脱がされたはだいぶ押してますけどなんかあるんですか、その、はい、これ言われたから、うんうん、私脱ぎましたみたいのって。そうだな、もう上手いですか、やっぱそうクロージングかけるマネージャーさんというかプロデューサーさんというか、なんだろうな、割と長いことグラビアはやってたんですよ、うん、もう3年ぐらい3年ぐらいやってて、で、まあ、ちょっと過激なグラビアとかをやるよりはヌードになった方が絶対綺麗だろうなって思って。あ、そう思われてたんですね。そうですね。あ、じゃあ結構右脳が発達してる芸術肌なアートなタイプですよねなんですかね。だから確かに僕もグラビアの友達が結構いまして、はい、なんか DVD とかもらったりするんですけど、はいはい、もうすごいですもんね、これ。いや、何この布みたいな。今結構ハードですよね。なかなかね、そこから一個飛び出すって難しいですもんね。そうですね。それでどうでした、その布を全部取った後、お仕事っていうのは結構増えました。そうですね、今までよりお芝居系のお仕事はすごい増えました。へえ、うん、あ、そうなんですね。そうですね、周りの方も、あ、そこまで頑張ったんだねって言ってくれる方がすごい多くって、あとは、なんだろう、ファンの方のもっとエロい方に行かないのっていう発言が全くなくなりました。あ、もう行き切ったからそうですね。はあ、なるほどな。逆に
すごい皆さんが真摯に変わりましたちょっとこれちなみに何ですか、手元にあるやつ、はい、さっきから気になったんですけど。いいですか。いいですよ、どうぞ。ですね、はい、6月2日来月東京電撃映画祭に、はい、出場される、出展される映画、はあ、女家庭教師毒親のアンガングという、あ、これはもうなんかエロさ満点な感じしますよね。結構エロいですね。え、毒親のガング、毒親のガング、これどういうストーリーなんですかこれは家庭教師である私が、はい、ちょっとこれ家庭教師、永井さん家庭教師です。なんか雰囲気違いますね、写真とね。結構違いますね、これ大人っぽくしてもらって、はあ、それでちょっとお母さんに洗脳されて勉強しか知らない彼女からも作ったことのない男の子をちょっとまあ大人に変えていくみたいなストーリーなんですけどこちらこれはちょっとあれですか、永井さん脱いじゃってるんですか。脱いでますね。もうがっつり脱ぎですか。がっつりです。もうトップはもう出してるし。それってそういうやっぱり女性家庭教師っていうとそういう絡み的なのもあるんですか。ありましたね。皆さんも見られて、まだ見られてないですね。まだですね。6月2日。6月2日。なので、もうこれは電撃映画祭、もう24時オープン、夜、ナイトショーで。どこでやるんですか、これ、場所は。こちらは、阿佐ヶ谷の阿佐ヶ谷ロフト A の方でやらせていただきます。トークショーもあるので。すごい。すごいです。見に来ていただけたら。へー。後で皆さんに配らせていただきます。あ、いいですね。素晴らしい。もうじゃあこの絡みやっちゃったらもう、いや怖いもんないですね。あ、そうですかなんか話せる範囲でいいんですけど、はい、どうでした、その初絡みというかなんかの時って。初絡みは、初絡みってなんかそのわかんないストーリーがそんなねネタバレできないですけど、はい、その男子生徒にちょっと揉まれちゃったりとかするわけですか。はい、わ、ありますね。あるのありますね。あ、そうなんですね。じゃあもう結構ちゃんと、もう結構ちゃんとそれはやってましたね。抵抗ありました、最初のそういう初絡みの時とかって。最初はなんだろう、周りのスタッフさんがすごいお仕事モードなんですよ。ちょっとにやけ顔とかだったら抵抗しかないと思うんですけど、あ、もう真剣にちょっとこういう感じでここら辺から絡んできますんで大丈夫ですかみたいな、もう前張りが見えてるからやり直しみたいな、そう感じだから逆にこっちもお仕事モードでした。真剣にやってくれてたから、じゃあこっちも真剣にやらなきゃとか、はい、なんかあったんですか、カットちょっともう一回お願いしますみたいな、いやもうちょっと本気でか感じちゃってもらえますみたいなとかあったりするんですか。でもなんだろうな、逆に見えすぎて NG っていうのありました。そうなんですね。結構ありました、それは。はあ、なるほど。じゃあもう永井さん、これジャンルでいうとタレントさんなんですか、アイドルになるんですか。なんだろう、ヌードモデルもやってますし、うん、今は女優業ですかね。女優さん、はい、どうですか、女優さんやられてみて良かったこととか辛かったことって何かありました。そうだな、まあいろいろねあると思いますけども、はい、芸能界に入ってから、SNS 上にちょっとたまに、うん、SM って聞こえてびっくりしちゃいましたそっちももう言ってんだと思って、違う早いなと思っちゃいましたねSNS 上で、SNS 上で、はいはい、Twitter とかで、うん、たまに自分の名前エゴサしたりするんですよ。おー、はい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 、検索すると全く記憶のない元彼が登場してました。何それ、どういうことですか。中学生の時に、うん、なんだろう、多分本当に挨拶ぐらいしか交わしたことなかった男の子なんですけど、スミレがグラビアだったり芸能界に入ったってことを知って、はい、なぜかツイッター上で、あいつは俺と付き合ってた時から野心家だったからヌードになったのも納得だなみたいな書いてあって、もうなんかちょっと妄想が激しい方だったんじゃないですか。だから永井さんが、はい、やっぱ学生時代からモテたんじゃない。全然モテなかったです。いつ化けたんですか、バチッと。化けてないですよ。いやいやいや、そんな謙遜許しませんよ私は逮捕ですよ。それなりにモテたと思うんですよ、やっぱね芸能目指した時。全然モテないですね。
たそう言ってますよ皆さんね。モテないからちょっと華やかな世界に来ちゃいました。いや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 、だけども高校時代が可愛かったと思うんですけど、やっぱいたんじゃないですか、隠れファンというか、いいな仲いいなみたいな思ってた人が、いたんですかね、やっぱ妄想膨らんじゃってずっと多分好きだったんですよ永井さんのこと。けどなんかこう食ったりして気まずくなるの嫌だし、ね、うん、同じクラスにもならないしで妄想してたら、あ、なんか女優になったな、うん、頑張れよと、え、脱いじゃったのみたいな中でもう多分抑えきれなくなったんと思いますよ。それかで記憶の中でお付き合いを始めてらっしゃったと思います。だけどね、今日来らしてる、来られてるお客様はすごいいい方だと思うんですけど、はい、いい方ですね、うん、やっぱしね、今までもいました、はい、ちょっとこの人行き過ぎみたいな人って。ちょっとこの人行き過ぎ、そうだな、いましたねこれ。あ、どこぐらいまでのありました、なんかよくあるじゃないですか、ね、家で寝てたらなんかポストに手紙が入ってたとか、うん、事務所の方になんですけど、うん、事務所に元カレのと別れた時に返されたプレゼントを次に好きになったすみれちゃんに渡しますっていう、アクセサリーが届いたことはありました。へー、変わってますね。なるほどね、まあ、やっぱ女性の結構大変になっていますもんね、変わった人がね。そうですね、いたりしてね、うん、まあ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 そういうのもあると、はい、まあなんかどうですか、いろいろ旅とか行かれたりします、旅行とか旅とか、なんだろう、なんか旅の思い出とかあったりします、旅の思い出、はい、旅の思い出、そうだな、なんかこれ見るとなんか仙台弁を喋るこけしとか書いてあるんですけど、そうなんです、あの、はい、去年なんですけど DVD、 イメージ DVD の発売記念イベントで、うん、いろんな日本イメージ DVD ってことは脱いじゃってるってことですか、イメージは脱いじゃってない、イメージで脱いでるのも出してます、はあ、なるほどなるほどなるほど、出してて、はいはい、そのイベントの時に結構日本全国回らせていただいて、それでいろいろ自分でお土産とか買ってたんですよ、うん、でちょっとシュールな面白い感じのものが好きで、はいはいはい、いろいろ調べてお土産屋さんとか行った挙句、はい、うん、仙台弁こけしっていうキャラにめっちゃハマりました。それ何なんですか、僕ちょっとアンケートで見させてもらったんですけど、はい、めっちゃ可愛いんですよ、仙台弁こけしってこと、喋るってことですか、こういうやつで、あー可愛らしい。こういうやつで見えますかね、見えるかな、ね、でも仙台弁こけしで検索すればすぐ出てくると思うんですけど、はいはいはい、それの何なんですか、こけしなんですか、こけし のお菓子グッズだったりとか、あ、いろいろタオルとか、そうキーホルダーとかあるわけですか、いっぱい言ってます、それをじゃあいろんなパターン集めてみたいな、集めてもう仙台の方も気に入ってるの分かって送ってきてくださって、それが仙台弁こけし、仙台弁こけし、すごいシュールで狙ってない面白さがあります。それでなんか仙台弁を喋ったりするんですか、仙台弁喋ります、どんなんなんですか仙台弁って、んだとか、んだ、ずんだ餅だみたいな、そう仙台ちょっとバカにされてますよ、それ、いやいや、してません、してません、仙台大好きですから私は、あ、本当ですか、そうです、一緒ですね、そうです、だけど他の県でもグッズなんかいっぱいあったんじゃないですか、いっぱいあるんですけど、面白いのもあるんですけど、なんとなくこれを受けを狙ったなみたいのが多いんですよ、どっちかって言ったら、なるほど、仙台弁こけしはなんかそんな狙ってない、狙ってないのにさりげない感じがいいんですね、さりげないのになんでこうなったみたいなのが多くていいんで、それがすごい好きで、なるほど、いいじゃないですか、はい、めちゃめちゃ可愛いですよ、なんか好きなものとか語れるものってあったりするんですか、永井さん、好きなもの語れるもの、そうだな、語れるもの、なんて書いてましたっけ、アンケートを見るとあのカメラが語れると、カメラ、あ、写真を見ると、はい、そのテーマとかがすぐズバッと分かる、そうです、カメラマンさんとかに写真撮ってもらうときに、うん、例えば、うん、初めて週刊誌でヌードを撮ったときに、はい、私この撮影は村の権力者のに脅されてお父さんの借金の方に揺られその時の主役のヌードなんだと説明してはあ、なるほど、はい、この自分が今の格好で
撮った写真でこれは多分こういうことでこういうテーマで私は演じてるんですみたいななりきってるんですみたいなのが説明できるんですか。そう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 、それ説明してカメラマンさんがすごいノリのいい方だと村の権力者の気持ちになってくださって、お父さんの借金も返したいしたくさんいる弟と妹たちに美味しいご飯食べさせたいだろうみたいな、あ乗っかってきてくれた。そう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 、わかりました、じゃあこれでみたいな。そう最後まで一緒にストーリーカメラマンさんと考えて最終的にはその村の権力者の息子の土地も奪って笑顔で去っていくんです。あ最後は勝ち組になるわけですね。そう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 、すごい行ったり来たりがあるんですねだけどやっぱそうやってストーリーを高めていった方がね、はい、気持ち的にもカメラの向こうの皆さんにも伝わりますもんね。そうですね、でも多分権力者のこと考えてるとは見た方多分誰も思ってないと思うんですけど、いやそれはそうでしょ、その写真見てみたい村の権力者の写真をというわけでございます。ちょっとここで曲いきたいと思うんで後半戦もお願いします、はい、お願いします。曲いきましょう、ヘブンスタンプでダークサイドへおいでよ。引き続き本日のゲスト永井すみれさんです。よいしょ、よろしくお願いします。そしてここからの登場の科学と森田君と清水バージョンです。よいしょ、よろしくお願いします。
いやー、清水バージョン君って基本、はい、あれなんですよ、なんていうんですかね、手を抜く男なんですよ。ね、楽屋でもちょっとそれお聞きしましたよ。もうなんかね、いろいろ質問するのも全然調べてこなかったりとかするんですけど、今日はテンションがちょっと高いんですよ。なんでわかるんですか？嬉しい。長井さんみたいなタイプなんですよ。嬉しい。いや、そうなんですよ。だっていつもね、ゲストの方がアイドルの方で5、6人で来てくれて、こっちがね、ゲスト側なわけですよ。はい、中垣智人君とバージョンが、こっち側から、こっち側質問をして、やり取りして、はい、こう構図、VS 構図を見せたい。はい、今日何もう、さりげなくバーって来て、お願いしますって言って、長井さんの横座った。おい、ちょっとスーッと座ったよ。ね、でもね、今日はメガネのフォルムも似てるんですよ。そうですよね。ほぼほぼ一緒ですもんね。一緒ですからね。はい、もう単純に、お前ここは相席屋じゃないからメディアだよ、ラジオだよ、ちゃんとごちそうしてくれる。もう相席屋の感覚で来てんじゃないよ、お前。やめてくださいよ。超デレデレしてんじゃん。仕事です、やめてくださいよ、片岡さん。いやもう、いや耳真っ赤でしょ、耳真っ赤。やめてくださいよ、そういうの。なんだろう、大丈夫なの？はい、大丈夫ですよ。いや、このコーナー何やるんですか？はい、まあ、このコーナーはですね、はい、我々がまあ SNS だったりちょっとね、はい、関係者の方からいろいろあんなことやこんなことを聞いてですね、はい、もうスミスミをですね、はい、スミスミっていうスミスミ、はい、スミスミです。スミスミを今日は丸裸にねしちゃいたい、はい、公開生放送でございます、はいはい、丸裸いつも通りです、まあ、今日とか本当に、はい、調べててもうパスポート番号まで入れちゃいました。調べすぎて、はい、怖いですよ、はい、それ情報で漏れてたらダメですよ、はいまあ、ぐらいちょっと今日やっていきたいと思います、はいはいはい、ファンの方お楽しみに。あーわ、すごい、ありがとうありがとうございます。スミスミチルドレンだけど、そうですよ、嬉しい嬉しい。じゃあいきましょう、はい、行きましょう。じゃあ早速、じゃあ僕から行かせてください。はい、はい、ですね、まあ結構真面目、実は真面目な、うんうん、はい、なんかそんな感じはしますよ。本当ですか？そうですね、はい、なんですけど、いや実はです、昔、はい、バイブがですね、親に見つかって、おう、はい、高校時代でも、はい、ありましたね、はい、で、なんか、お姉ちゃんが、はい、かばってくれたんですって、はい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 、親に対して、うんうん、と思ったら、かばってくれたと思ったら、うん、お姉ちゃんも同じ形のバイブを持ってたってねえ、それマネージャーに聞いてきましたね。はい、はい、さようでございます。リアルな情報、社長からの、はい、あ、そんなことだったんですね、はい、そうですね、あとそうですね、なんだろう、大人のおもちゃのコラムとか書いたりしてたんですよ、アダルトショップさんで、はいはいはい、コラムとか書いてて、それで、まあ、例えば週刊誌で大人のおもちゃについてセクシー系グラドルが語るみたいなタイトルを記事だったんですけど、それをたまたまおばあちゃんも見てまして、あら、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん見るんですか？おばあちゃん週刊誌、ね、そう、電話かかってきて、すみちゃんね、うん、とっても可愛く映ってたんだけど、おばあちゃん、お話の意味がよくわからなかったのでもめちゃめちゃ辛かったです、ね、本当に分かってんのか分かってないのか分かんないじゃないですか。それはそうなの、確かに確かに分かってて聞いてるかもしれないし、はい、じゃあ永井さん、結構もうパッと見ただけでこの男エロいな、エロくないなとか分かります？涙袋が大きい男の人は結構エロいです。この3人で言うとみんなメガネしてるから誰エロですか？誰が一番上げた方がいいですか？まず2位からいきます。はい、エロ2位。2位はちょっと張りたくないですねなんで？なんで？だって1位がいいじゃないですか。エロが、エロい方がいいんじゃないですか？なんでも言うけど、別に、はい、勝ちたい。何言ってんのもう何言ってんのお前、勝ちたいバージョン、勝ちたいなと思って。2位、かジャンル分けでもいいですよ。この人はエロそう、この人はおもちゃ使ってそう、この人はなんかしつこそうとか、あ、エロであだ名をつけるなら1万円のバイブ使ってそうとか。違う違う、なんだろう、でもすごいエロにっていうか、エロいことに執着がありそうだなって思うのは、モリモリ、モリモリ、エロに執着ありそうって思って、なんか
すごく女体がお好きそう、はい、意外と好きですけど女体は。確かに彼の家行くと、はい、電話が3種類ぐらい置いてる。それは言わなくて、これ全世界に配信されてるんですよ。確かにあるんですよ。めちゃめちゃあるんですよ。ありますけど、元同期の男芸人と住んでるのになんか3つあるんです。一緒に使われてるんですか？いやいや、ちょっとだけシェアしないそんな。なんでシェアしよう。ありますけどね。じゃあどうですか、バージョンと僕は、はい、バージョン、そうだな。でもバジョバジョは、バジョバジョ、バジョバジョ、聞きました、バジョバジョって言われました。仕事中じゃねえ。バジョバジョは、はい、そうだな、あの可愛らしいスケベなイメージです。あら、あの僕がね、群馬でラジオのレギュラー持ってたんですよ、はい、で後輩なんでよかったら出てよなんて言って、2時間の生放送片岡さん、片岡さんでバージョンがバーって出て、もう滑り倒してたんですよ。センター受けてて、はいはい、そうやってへこむじゃないですか、はい、でその後まあまあちょっと終わった帰りの車でね、はい、まあまあそんな気にせずに、うんうん、したらもう一人の芸人が、はい、片岡さん、バージョンあの滑り倒して戻ってきた後何してたか知ってますか、うん、どうしたの、トイレに行って動画を見て自己意してたの。やばかった。そんなことします？これ嘘だろって言ったら嘘つけないんで本当です。ムラムラして、いやもうそれ、いやいやもう、お前おい、確かにそのラジオの収録前草津で止まったりしてずっと一緒にいたから、はいはい、そのチャンスがなかったと思うんですけど、ないんです生放送終わったのまで何千ゆえに。俺と喋っててなんか興奮するわ。いや確かにあの現場男性ばっかりでしたけど、男性しかいなかったよ、はい、制作の人も、はい、いや何かしらムラムラして変なやつなんですよ。もう一度言わないで、もう言わないでくださいよ。ちょっとこれもう残るんですから。いやでも可愛いエロみたいに言ってて、可愛くはない、可愛くはない、耳塞いでください。戦闘呼ばけですから、はい、そういうことか。なんか女の子の全裸よりもパンチラが好きそうなイメージ。ああそうですね、それはそうですね、うん、もう彼女もな何世紀くらいいないの、まあ、さもうちょっともう何世紀四半世紀ぐらい、はいね、どうですか片岡は、どんな片岡さんは知りたい、それ一番知りたいですよ、うん、片岡さんはそうだな、違う、ごめんなさい、カタカタですね。あカタカタ、ほら、笑ってるじゃん。同じじゃん、笑ったっていいだろ。バジョバジョと同じじゃないですか。バジョバジョと一緒にするんだ。いや、同じですよ。いや、俺は普通の会話の流れでカタカタが出てきた。ほら、今、ニヤッと笑っちゃう。自分で言って笑ってる。いいよ。もう一回言ってあげて。カタカタは、カタカタはどうですか。カタカタは、でも付き合うとすごい大事にしてくれそうです。ああ確かに、だかなんか付き合うとって、付き合わないとちょっと違う、うん、そうですよね、そうですよ、そうですよね。何これあでも本当にそうですね、あの過去の彼女さん見てますけど、うん、もう本当にもうお一人で、もう一途にって感じですね。めちゃめちゃいいですね。あ僕結構すごい、あのなんだろう、甘えさせてくれそうな感じです。甘えさせちゃうの確かに、はい、確かにすぐ、はい、そうですよね、包容力はありますね、そうですよね、そうだと思いますよ、はいはいはい、すごい、そうですね、なんか、うん、彼女がその当時の彼女が占い師に聞いて、うん、今の彼氏やめた方がいいって言われたって言ったらめっちゃへこんでるんですよ。かわいい、かわいい、かわいい、いろいろやばかったんですよ、いろいろあった。僕もへこみました。なんでお前がへこむんだよ。バージョンがへこんで、なんか片岡さんと素敵なカップルなのに、こんなんで別れちゃったら嫌だってバージョンが泣き出して、まあまあそんな気にすんなよって、なんで俺が慰めなきゃいけない。一番慰められたいな。本当ですね。まあね、無事乗り越えた、ね、はい、ことがありました。良かったです、それは。そうですね。それは良かったです。さあ、そんな中、はい、マー君は僕いいですか、はい、あちょっとあの、いろいろ可愛らしいツイートされてるんですけど、はい、そんな中、前日より風邪をひいたようで微熱の息じゃなくなってきたから明日病院行ってくるって言って、はい、37度7分の写真、はい、と体温計を上げられてたんですけど、その写真もキスマークとかハートとかついてて、いや そ,、ね、そこは可愛くしなくてもっていう、はい、その前に寝てくださいって、いろいろ可愛い写真載っけてるんですけど、それもキャバ嬢の手口と一緒ですよ。そうなんですか。心配させて大丈夫あ僕全然そう思わなかったです。もうシンプルに
377分なんだって思っちゃった。いやいや、はい、キャバ嬢の手口。うわ、引っかかった。気をつけてください。ハートがついてましたもん、いっぱい。そうそうそう、本当にしんどかったらハートは打てないです。打てない。そう、確かにそうだ。楽しませてくれ、スミレちゃん。このうわ、人生ジェットコースターだ。ありがとうございます。皆さん心配して大丈夫かな。はい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 、はい、来てくれて心配ですよね。そうですね、その時もちょっと今後の利益考えちゃったの。あら、考えちゃったかい。考えちゃったんですか。さあ、じゃあボルト君行きましょう。そうです、はい、あ、じゃあちょっと、うん、質問、はい、僕からちょっとさせてもらっていいですか。お願いします。流水ラーマ。ちょっと待って、それもマネージャーに聞いたでしょ。そうでございます。何、何ですか。ちょっと答えてくださいよ。リュシュラ。あー、ありがとうございます。いや、ちょっとね、意味わかんなかったと思う。はい、わかります。はい、わかんないですよね。はい、いや、実はこれ、中国語ね、まあ、学ばれてて、うん、中国語で濡れたのって聞いて、濡れちゃったっていう。大丈夫だよ。世界配信してる。それは、あの、ごめんなさい、うちのマネージャーが悪い。いや、うちの女性マネージャーと中国語をちょっと一緒に勉強してて、はい、中国進出できたらいいねって話してて、中国で、あの、なんだろうな、まあ、中国の人と仲良くなるのも、どんな世界の人と仲良くなるのも、まずは下ネタだよねって話になりまして。そうですよね。そこから一緒に勉強して、はい、リュシュラマーは会うたびに聞き合ってます。あ、なるほど。でも、ね、慣れちゃってもう返しもできるようになったけど。すごい。いいですね。面白い。下ネタとかやっぱ好きなんですか。そうですね。大体もう、例えばうちの事務所って女の子しかいないんですよ。それでみんなすごい仲いいんで、あの、仲良くって一緒飲みに行ったりするんですけど。いいですね。あの、女の子同士なんで、スミレも結構遠慮なしに結構ガンガンいっちゃいます。それで事務所の雰囲気に馴染めなかった、ちょっとなんだろう、スミレの下ネタに耐えられなかった子はやめていきましたね。スミレの下ネタの度合いが強いんじゃない。すごいな。いや、結構すごくて、なんか撮影とかも脱ぐとすぐ濡れちゃって、パンツ汚すらしいです。違うんです。何聞いてきてるんですか。本当ですよ。こんな科学実験とか、はい、ちょっと何なの、変態野郎じゃないですか。仕事に忠実なんです、僕は。さっきも言ってますね。だけど僕ね、この前、はい、今ちょうど放送されてるんですけど、はい、アベマさんで、はい、なんか下ネタグランプリ2018って大会を作ったんですよ。へー。で、今までのキングオブコントとか M1 のチャンピオンも出て、はいはい、誰が一番下ネタが面白いのかっていうのをやってるんで、はいはい、よかったら見てください。え、見ます見ます。先週から始まって4週連続で月曜日やるんですよ。10時からかな。月曜日10時から、はいはい、勉強させていただきます。こういう綺麗な女性に見ていただきたい。あ、いいですね。学ばせていただきます。それは、もう下ネタがギュッと全部入ってますから。うわ、あ、こういう見せ方の下ネタもあるんだみたいな。あ、勉強させてください。それは新ジャンル、見てください。学ばせてください。月曜日10時、はい、楽しそう。月曜日10時。さあ、そしてバージョン、はい、じゃあ行きますよ。はい、大好きなのが、あの、仙台弁こけし。あ、さっきお話してましたね。好きですよね。はい、好きです。ということで、バージョンの仙台弁こけしクイズ。マジで。語呂悪いコーナータイトル。これはいいかな。ちょっとね、お好きだと聞いたんで、はい、ちょっとクイズをちょっといろいろ用意してまして、はいはいはい、ね、じゃあ、いいですか。まず一つ、仙台弁こけしはグッズも数多く展開されておりますね。ありますね。はい。で、ランチ、バッグ、はい、手ぬぐい、はい、マグカップなどがあるんですが、はい、マグカップの頭の文字2文字、仙台弁の文字入りで販売されてます、はい、さて、何マグカップでしょうか。2文字、はい、2文字です。んだとかなコップみたいな、じゃない、あ、コップか、なんとかカップだもんな。マグカップですか、マグカップですか。いや、マグカップでしょ。なんだマグパンさんみたいな。マグカップみたいな。マグ、ちょっとじゃあ正解はいいですか。はい、ちょっと待って。え、んだじゃないの。正解です。マジでマジでマジで、すごい。正解ですよ。ん
ダマグカップ、はい、ダマグカップ、すごいじゃん。そうなんです、嬉しい。他にもあるんですけど、めっちゃ嬉しい、はい、じゃあいいですか、もう一問。はい、おー、じゃあ気合入ってきた。これ難しい、ちょっと難しいですよ。はい、仙台弁こけしちゃんの、はい、あのツイートあるじゃないですか。ありますね、うん、さて、初ツイートはいつでしょうか。それわかんないよね、めっちゃ難しいな。ちなみに、はい、去年です、去年の夏です。何このこいつ、その日にちを答えなきゃいけないってこと。これはそうだ、覚えてないでしょ、はい、クソもんですよ、クソ。確かに去年の夏、二択にしてあげてください、はい、二択でお願いします。7月31日か4月31日か7月27日です。なんかにかかってるってことかな。そうですかね、なんか語呂合わせ的な、なんか意味があるのかと言いつつ、何も関係ないんじゃないのかなという線も。27で正解です。正解すごい。これ理由はあるんですか。これ理由は分かんないです。分かんないんかい、はい、僕やっぱバージョン君を知ってるから、はい、今の言い方で727ってすぐ分かりました。分かりました。え、なんでですか。僕31ってちょっと特別な感じにしたのに。多分特別な感じだったかと思う。731言うときはスムーズすぎたんですよ。あ、だから嘘ついてんだなって。え、で2個目の方2本と持ってきて。いや、ちょっとやめてくださいよ、僕の嘘をここで。バージョン君分かるの。誰も興味ないからいいと思う。え、ちょっとちょっと、もういろんなクイズあるんですけど、またね、ちょっとあの、はい、時間があったらちょっとお伝えさせていただこうかな。まだあるんですか。ありますよ。いいですか。じゃあいいよいいよ。ですね、イベントで、はい、今小さくなんかセックスって言うの。セックスって言ってない。おい、ちょっと下ネタラジオじゃないか。バージョン言ってないですよ。夕方、金曜日の夕方ですからね、はい、いきますよ。はい、セックスイベントで。ちょっとやめてよ、そういうの。言ってないですよ。イベントで仙台弁こけしちゃんが披露した仙台弁音頭の踊りは主にどういう踊りで構成されてたでしょうか。何それ。それを二択にして。あ、わかりました。サイドステップサイドステップと前後歩きが1です。ん、はい、サイドステップと前後歩き、これが丸一です。丸二、屈伸とその場歩き。屈伸とは何。その場歩きです。その場で足踏みみたいな、はい、その場歩きです。でもなんとなくこけしちゃんの動きから想定します。はいはい、お、いいよ、はい、1のサイドステップと前後歩き、いきますよ、はい、ブブー、嘘、前後に歩いてる。じゃあちょっと正解ちょっとやってみてよ。正解は これで繰り返しでした。はい、それで盛り上がってる。盛り上がってますよ。めちゃめちゃ盛り上がってますよ。どれぐらいのビューいってんですか。ビューはちょっと見てないですけど、そこ見とけ。めちゃめちゃ盛り上がってるか分かんないじゃん。お客さんはなんかワーワー言ってましたんで。ワーワー言ってた。ワーワー可愛いんですよね。可愛いですね。手がついてなくてこけたらもう危ないんですよね。あー、なるほどなるほど。手がついてこけしてたから、はい、めちゃめちゃ可愛い動画なんで、ぜひ見てみてください。見てみてください。じゃあ森田、はい、ですね、まあ質問というか、はい、なんか以前え、先週に言っといていいですか、はい、うちのマネージャーから聞いたネタやめてください。やってますよ、まだ、はい、まあでもマネージャーさんから聞いたネタではあるんですけども、うん、ちょっと 今までとちょっと毛色の違う、角度の違う、はい、はいはい、エピソードなんですけど、なんかマネージャーさんのネタもぶっ込んでますね。マネージャーすごいんですよ。本当にノリが良くて、楽屋で誰よりもボケてたんですよ。本当に、あの女性マネージャーで今赤ちゃんお腹にいるんですけど、はい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 、今までの質問とか妊婦さんの出すやつじゃないじゃないですか。そうですよね。ゴリゴリ下ネタばっかりですから。すごい違うと思う。楽しいマネージャーさんですね。楽しい人です。いや、なんかその、うん、ボディービルの大会に。うん、間違えてエントリーして、なんかそのセーラームーンのコスプレをしながらプロレスラーとかと競ってたらしいんですよ。え
あった、華奢な感じで、はい、どういうこと、どういうこと、すごい間違いだったっていう。腹筋バーベルとかですか。はい、全くですね、それはうちのマネージャーが騙されたんですよ。騙されたっていうか誤解して、女の子の体を綺麗に見せるコンテストですっていう案内が来て、長い新しい水着着て買っておいでって言っておいでって言われて、セーラームーン水着っていう、セーラームーンみたいなちょっと流行ったやつ新しく買って、会場に行ったら皆さん大胸筋サポーターみたいな楽屋とかでもすごいもう肌も黒いんですよ。黒い中で黒いパウダーもさら塗って筋肉をきれいに見せてるんで、はいはいはい、バックヤードの白壁がちょっと黒ずんでたりしてガチの人、ガチですね。それで明らか場違いだなって思って出場したら、皆さんステージで見てる方とか放送の時は分かると思うんですけど、こういうボディービルダーのポーズをされてたんで、スミレも一緒になってやるしかなくて初めて初のどこを見せるか分かんないそうなんですよね。皆さん MC の人に、はい、この子はどこの筋肉がどうたらでみたいな感じで説明されてるんですけど、スミレの時だけフォローで MC の方が彼女の自慢の大胸筋を見てあげてくださいで、会場のお客さんもちょっと気使って全然筋肉ないのに、切れてる切れてる言いますもんね、会場から言ってくれました。結構会場のお客さん多かったんですか。もう結構みっちりでしたね。みっちり入ってて、それでまたうちのマネージャーから学園電話来てたんで、で来たらなんか大会行こうとしたら、みんな結婚式みたいな格好の人いっぱいいるんだけど、私これ間違ってないって電話来たんですよ。行ってる場所が会場が武蔵野公会堂で、マネージャーが行ったのが渋谷公会堂で、で全然違う、ね、ボディービルの大会と渋谷公会堂ではオペラコンサートいやとんでもない全然違う。それが今のマネージャーさんですか。今のマネージャーです。おちょこちょこ。そうですね、いや確かにスミスミよりも社長が遅刻することが多いです、ね、そうですね。過去にもありました、これ以外にも、うん、こんな変な仕事ありました、うん、変な仕事ありました、うん、そうだな、仕事じゃないんですけど、これちょっと言っちゃって問題にならないかなってレベルなんですけど、社長2歳の息子さんいらっしゃるんですよ、はい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 、息子さんがお母さんにおっぱいって言った時に、スミレの週刊誌の袋とじのおっぱいを見せた。母のじゃなく、母のじゃなく、すごいやり手だな。やり手ですね、面白いです、はい、本当に社長、どんな子になるのか怖いです、ちょっと。そうだね。さあ、森田君、メール、そうですね、メール来ておりました。気になる、ですね、気になる気になる、ラジオネーム伊勢崎のきょうちゃんでございます。あ、きょうちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。片岡さん、質問ボーイズの2人、永井すみれさん、こんにちは。こんにちは。すみれ様は脱ぐお仕事ですが、お肌のお手入れでこれは欠かせないみたいなグッズありますか。はい、またお肌をきれいに見せるために努力していることなどあれば教えてください。あ、そっか。ですね、はい、基本的に、うん、肌の荒が目立つ動画は好きじゃないんですけど好きじゃないんですけど、そうだな、肌綺麗ですけど、すごい綺麗ですよ、嬉しい。でもやっぱり撮影の本当に3日前ぐらいからはフルーツとか中心の食生活にはします。やっぱそれ全然違うもんですか。違いますね、肌の調子と色と顔色とかがすごい変わってくるので。フルーツは何がいい。キウイフルーツとかが一番ビタミン C とか取れるんで、キウイラとか、本当にダイエットでも1日だけフルーツと野菜の日とか作ると肌も体質も全然変わってきます。やってみよう。ちょっとおじさんがやってもいいみたいな。おじさんがやった方がいいんだよ、ツルツルになりますね。キウイした方がいい。キウイフルーツ、キウイ食べてください。キウイ美味しい。なるほどね、やっぱそう大事なんで、食べてください。わかりました。次ありますか、何か質問。はい、質問、はい、はい、じゃあバージンです。あ、
じゃあ行きますよ、はい、仙台弁のことで、はい、ちょっとあの仙台弁こけしちゃんが仙台弁のことを言ってるんですね、はい、でそれをちょっと当ててもらおうかなっていう。お仙台弁詳しいですか？全く詳しくないですね埼玉ですね埼玉なんですよ、そうですね、埼玉なんですよじゃあこれちょっと初級編からいいですか？はい、いい天地だやながを標準語に、はい、それまた二択にしてくださいよ。あ、わかりました。いい電池だな、うん、と、あ、いい天気だな、はい、わかる、はい、いい天気だな、正解。いや、それはそうだよ、それはそう、難しいわ、そんな文章ねえから。いい電池だな、電池のことは来るわけねえ。エボルタだったのかな、エボルタ。むずいわ。2問目いきましょうか。はい、はい、お願いします。2問目、うん、はい、シャッコイジュース飲まいん、はい、はい、お、お、いいですか、2択じゃなくて大丈夫ですか。冷たいジュース飲まない。おお、正解。本当に、あ、すごい、やった、すごい、100ポイント、はい、思った以上に仙台に馴染めてました。馴染んでますよ、うん、じゃあラストの問題いきます、うん、はい、おはようございっす、今日はいぎなし、あ、熱くなりそうだね、なりそうだなや。バージョン練習してきてください。ガオンネよ、水分取って消さいん。ガオンネ。はい。それ以外はもうニュアンスでわかりますけど、ガオンネ。ガオンネよ、水分取って消さいん。ガオンネよ。はい。水分取って消さいん。ガオンネ。じゃあこれ二択二択でお願いします。はい、1、はい、気分が悪くならないように水分を取ってください。おー、なるほど、ありそう、はい、2、喉の渇きが、喉がよく渇くので水分を取ってください。難しいの。くっそー、くっそー、二択がひどすぎる。難しいな、すごい難しい、難しくねえよ。すごい難しいけど、勘で1。正解。そりゃそうだよ。さあ、というのもお時間でございます。はい、早い、魅力としては勝っていただいて、はい、それじゃあ告知の方なんかあれば、はい、もう再度言ってもらってもいいですよ。本当ですか。はい、せっかくですから。で再度、6月2日土曜日24時オープン、東京電撃映画祭にて女家庭教師毒親無玩具主演で出演させていただいてます。こちらのイベントオールナイトでトークイベントもあるので、ぜひぜひ遊びに来てください。お願いします。待ってます。すごい写真ね。おちょっといいですか、はい、これね、せっかくですから。これですね、はい、大丈夫ですね。はい、これ SNS とかで進めてるビューが上がりますよね。はい、後でまた皆さんにも配らせていただきます。お願いします。いいですね。さあ、ということで、すみれちゃん、今回僕らのね、ラジオ出ていただいたの初めてでしたが、どうでした、はい、出てみて、感想とか。いや、でもめちゃめちゃやりやすかったです。あ、本当ですか。すっごい自由にやっちゃったんですけど。いや、全然いいんですよ。マネージャーさんが一番ぶっこんでくれてました。そうですね、本当ですね、はい、多分、本来一番守ってくれる存在だと思う。そうですよ、確かに、はい、その経験がないので。またよかったら、ぜひ遊びに来てください。もうぜひ、はい、ありがとうございます。告知とかあったらいつでも言ってください。本当にありがとうございます、はい、さあ、じゃあ、はい、森田くん、今回のすみれちゃんの、長いすみれさんの魅力です、はい、お願いいたします。はい、怖いな。今回の魅力ですはなんと132ポイント3桁いってますね。そうそう、はい、そう、結構見てますよね、皆さん。ありがとうございます。この方、奥にもいらっしゃってて、はい、ありがとうございます。というわけでございまして、バージョン君どうでした、今日はタイプなすみれちゃん来てくれましたいや、もう最後の質問の最後の2択が噛まなければよかったなと思って。いや、すごい難しかった。噛まないのレベル。いや、もうちょっと気にはしてたもん。してましたよ。そんなことないですよね。2問目の方がなんかもう詰まりまくってます。喉、喉が、ね、ちょっとフェイントかなって思って怖かった。いや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 、逆に、ね、そこまで俺は聞かない。そうそうそう、安心ください。いや、悔しかったね、はい。今度来たらどんなクイズ出したいですか、すみれちゃん来てくれたら。仙台弁こけしちゃんクイズします。
さらに、はい、バージョン深掘りした、はい、あ、よかったです、ボディービルじゃなくてボディービルだって困りますね。いや、もう何も言えないですよね。そうですね。というわけでございました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。本日のゲストは永井すみれさんでした。ありがとうございました。